ガーシー除名で大炎上、弁明も。14日に参議院の懲罰委員会が国会をサボり続けている政治家女子48党のガーシーこと東谷義和さんの除名を全会一致で決定いたしました。除名は72年ぶりとなっております。明日15日の参議院本会議において除名は正式に決定する見通しとなっておりますが、国会において浜田聡さんが東谷さんの代わりに弁明を行いましたので、ひどい内容となっておりますが、実際にご覧いただきますと、選挙に出る前に立花元党首より帰国せず党員せずに議員をやれると言われ選挙に出ました。その際に自分の口でも帰国せず党員しない旨を公約に30万近くの票を集め当選しています。確かに今となっては国会に出るのが義務と言われると、立花元党首が俺に言った誘い文句は何だったのかという疑問の念に駆られます。党首は俺を巻き込んだことを深く反省し党首を辞められました。私が国会に行かないことの責任も含めてやと思ってます。もし今回除名というペナルティを課せられるのなら、俺が最初に聞いた言葉や俺が30万近くに言った公約は160人ほどの方々の意見だけで保護にされるということになります。その際ももちろん私も票を入れてくれた有権者に謝罪しますが、あなた方も私に票を入れた有権者に謝罪をしてください。それが筋だと思います。民意を無視し、たった160人そこらの人たちだけで30万人の民意をないがしろにするんですから、それだけはよろしくお願いします。あとこれからはこういった俺みたいな人たちが立候補すると思います。あなたたちが作った世界を壊されたくないのであれば、きちんと最初からその方々を立候補の段階で排除してください。何の決まりも指導もなく当選してからごちゃごちゃ言うのは後出しじゃんけんですよ。名札を上げてすぐ直帰する議員、居眠り続ける議員、俺と同じく全く党員していない議員でも懲罰を希望します。俺は歳費の権利を放棄するんですから、その懲罰対象の議員もすべて歳費の権利を放棄させてください。長くなりましたが、野党の皆さんに一言、あなたたちは永遠に自民党に勝てないです。それどころか顔色を伺いながら俺のように除名されないことに必死になることでしょう。それを民主主義というのなら、最初から野党などいらないと思います。自民党だけで日本政府を動かせばいいと思います。ただの自民党の言いなり、政党なら公明党のように連立し、自民党の続党になればいい。そうすれば無駄な選挙もいらんし、俺みたいな不純物は生まれないでしょう。そういう戦時中の帝国主義に戻せばいいでしょう。それがあなたたちの希望なんですから。短い期間ではありましたが、どのような結果になろうとも従いますが、総額に関する事案でありますので、はい、その弁明でありますから、はい、そこに絞ってですね、はい、党の主張だとか選挙公約とは今回の事案ではないのでですね、その点しっかりわきまえて発言してください。はい、最後です。短い期間ではありましたが、どのような結果になろうとも従いますが、受け入れることは永遠にないと思っていてください。以上です。このようになってしまっておりまして、まあ、捨てゼリフというしか表現のしようがない弁明であり、東谷さんに対して批判が殺到し大炎上してしまっております。東谷さん、まあ、有権者の票がどうこうと主張されておられましたけども、その他の国会議員の皆様も、まあ、ある程度の票を集めて当選されておられますので、まあ、そういった前提条件を合わせた方がですね、まあ、より国民の皆様に、まあ、理解していただける弁明になったのかなとも思いますが、国会にはこのような国会議員の問題について今後もしっかりと懲罰委員会を動かし、今回のように自浄作用を発揮していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。